佐世保市針尾にあります西海橋オートキャンプ場にやってきました。畑田さとみのドタバタキャンプ、略してドタキャン、始まります。キャンプ初心者の畑田さんがソロキャンプでいろいろなことに挑戦する番組、ドタバタキャンプ。前回は佐賀市大和町にある佐賀水物語館で水辺キャンプを楽しんだ畑田さん。今回は長崎県佐世保市にある西海橋オートキャンプ場でソロキャンプに挑戦です。果たしてどうなるのか。ブイブイ、はい、よし、到着しました。やってきましたよ。サリー、はい、いいですね。オートキャンプ場はやっぱすぐね、近くまでね、こうやって車が止められるのは最高です。そして皆さんにご覧いただきたいのがこちらです。見て、オーシャンビュー、すごい。この大村湾の景色はですね、私が独り占めしているということで最高ですけどね。こちらの景色を楽しみながらね、今日はねキャンプをしていきたいと思います。昨日はねちょっとね天気が悪かったんでどうかなと思ったんですけど、一応晴れましたんでね、楽しくキャンプを始めていきたいと思います。さあ、今回のテントは何でしょうか。今回のテントはこちらにあります。これはなんていうテントでしょう。ミニマルワークスのシェルター G です。初めて聞くブランドの名前ね。そうです、韓国のブランドになります。うん、どういったテントになるとかな。シンプルなシェルタータイプのテントです。難しか。いえ、一人で十分建てられると思います。わかりました。じゃあ早速ねテントを建てていきたいと思います。やっていきましょう。ミニマルワークス、今回利用する西海橋オートキャンプ場は西海橋のすぐ近くに位置し、目の前に広がる海を見ながら楽しめるキャンプ場です。広大な敷地には第1から第5までのサイトが広がっており、すべてがオートキャンプサイトとして整備されています。電源サイトやシャワー室も完備されており、さらにこのキャンプ場はまだまだ拡張中で、新しいエリアが少しずつ整備されています。予約がなくても利用可能ですが、休日前に予約をした方が好きなエリアで確実にキャンプを楽しめますよ。さあ、じゃあ開けていきましょうかね。中身は何が入っているのかを確認したいと思うんですけど、まずは本体、テントですね。おお、結構大きそうやな。本体と、あとはポール、フレームと、今回の中でフライシートが入ってるみたいです。じゃあ立てていきたいと思います。風もあるけんがですね、ちょっと仮止めしながら行こうかな。じゃあ広げていきます。ん、こっちが上かな。こっちが上っぽいよねいつもこれのどれが正解なのかが分からずにやってるけれども、よし、よし、こんな感じかな。ちょっと暑すぎる、脱ごう。あー、涼しい。もう夏日ですもんね。ちょっと今日は半袖でやっちゃいたいと思います。フレームが 1,2,3,4 本あるみたいですね。メインとサブとあるみたいなんですけど、まずはこの色がついた方のポールをちょっと組み立てて中に通していきたいと思います。よっ、これまた長かね。あらあら、長かね。こら、このいつもねポールにてんやわんや。よし、あらら、長かね。あらら、あら、こら、長かね。今回使用するテントは韓国の新鋭アウトドアブランドミニマルワークスのシェルター G。 耐久性の高いジュラルミン素材のメインポール2本、サブポール2本で立てるシェルター型のテントで、メインポールを2本通すだけで自立するので、一人でも設営しやすい作りになっています。はい、ということでメインのねフレームが2本準備できたんで、これをですね、ここの輪っか、この
このスリーブっていうらしいんですけど、ここの中に2本通していきたいと思います。さあ、いけるかしら。よいしょ。まっすぐね、シューッと2本通していく感じですね。長さがあるので、よし。そしてもう一本こっちですね。よし、それそれで、もう一本も通していきたいと思います。よし、はい、こんな感じで2本通します。で、この2本をなんか交差させるらしかったですけど、ちょっといまいちやり方がわからないので、とりあえずやってみます。まずこれを下にして、これをこう曲げていく。そうなんですよね。曲げて、曲げて、曲げて、ここのキャップに差し込む。そして反対側が、反対側は、これをこう伸ばしながら、キャップに曲げながら、おお。に入れると。そして今度はこのポールをこっちのキャップにこっちを刺して、でこっちをですね、これねちょっと難しかったですけど、このポールとこのポール箱を重ねらんばとはっていうか、この紐箱なんて言ったらいいんですかね、2つに入れて、これを1つにまとめるみたいな感じです。動きが外らない。これとこれを一緒にしたら、これが動かない感じになるそうです。よし、じゃあ上げていきましょうかね。いいよ。それ。ぐーっと持ち上げながら。ああ、どこにも行かない。ああ、どこにも行かないで。で、ちょっと。ああ、待って。なんでいつもこんな。ああ、止めてたのにさっきまで。ちょっと。どうにもできない。あら、どう、すいません。あ、どうにもできないんですけど。どこにいるんだ。ああ、待って待って。やぶけんでよ。やぶけんでよ。先っぽさん、どこにいますか。押しながら、ここに。よし、キャップに入れる。はい。そこが。だいぶずれたところに立ちましたけど、一応こんな感じでね、ペグダウンしていきたいと思います。ちょっとずらします、後で。一応立ったね。よし、どうしたらいいんだ。よし、なんとか形になったけど、一応止めときます。いいよ。それ、こうこうした方がいいかな。よし、とりあえず止めたんで元の場所に移動します。だいぶ来たね、こっちに。これはちょっと引っ張ってね、持っていきたいと思います。あー、危ない。さあ来い。あー、風が強い。あー、風にまたやられる。風が強い。あー、倒れんだよ、倒れんだよ。よし、これをちょっとこっちに向けたいと思います。よし、じゃあこの辺もちょっと止めていきますね。このフックをちょっとかけて、こっちどうかな。ここかな。はい、そして反対側も止めていきたいと思います。よし、で、これを止めたらまた飛ぶのが嫌なので、ペグダをしていきたいと思います。軽くね、ちょっと固定しておきましょう。よし。あー、風が気持ちいい。潮風がこっちいいですね。よし。お、この辺ちょっと硬いけど。で、そしてこのサブのポールをですね、差し込んでいきたいと思います。ここにねあるとですけど、ここからグニーンって反対側に行く感じですね。じゃあやっていきます。一方のポールがそれぞれ長かけね。ああ、汗かいてきたほどよく。じゃあまずこっち側に差し込んで、お、反対に持ってきます。よし。お、車に当たらないように、車に当たらないように気をつけながら反対側に
同じように差し込みます。よし、こうね、そしたら奥まで差し込みましたので、目をね固定していきたいと思います。でもね、ちょっと止めていきますね。よっ、はい、そしてもう一本も同様に差し込みます。さあ、ゴールが見えてきたぜ。よし、さあ反対、おー気をつけて、ポールが長いのでね、立てるときは気をつけてください。で、これもこっち側にですね、これに差し込みたいと思います。ほう、あ、なんか今までで一番早かったかも。違うかな。よし、はいはい、よし、詰めました。最後にフライシートをねかけて、テントは完成ということなので、ちょっとフライシートをかけていきたいと思います。雨とかね、上にかけるらしいです。これをねザバーっとかけていきたいと思います。おー、こんな感じなんだ。いきますね、つい全然違うとこ。もう一回ね、はい、では綺麗に形を整えたので、さあ周りをですね全部ねペグダウンしていきたいと思います。しっかり固定しましょう。さあ、もうちょっとでできる。やったぜ。ということで、中の方もね覗いてみましょうか。こちらから開けたいと思います。はい、行きます。オープン。さあ、どんな感じでしょうか。こう入り口も広かですよね。はい、おお、広い。思ってるより広いですね。中も私が170ないぐらいなので、170センチぐらいで、横幅も結構あるので広さも取れてですね、結構使い勝手のいいテントになっています。そしてこっちにも入り口があるので、開けてみましょう。じゃ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 ん。はい、見てください、オーシャンビューということで、ね、ミニマルワークスシェルタージーの完成です。素敵。畠田さんが挑戦したミニマルワークスシェルタージーは、両サイドに大きく開くワイドドアが特徴で、心地よい風を通すことができます。さらに追加のタープを設営する必要がなく、シェルター G 一つでテントとタープの両機能を備えています。シェルター G には別売りのオプションも豊富に揃っており、利用者の目的や環境に合わせて自由に応用できるため、ソロキャンプやデュオキャンプに最適なテントです。怖っ。ああ、やった、よっこらしょい。今回はここまで。次回は西海橋を渡って買い出しに行ったり、さまざまな国の料理に挑戦します。畠田さとみのドタバタキャンプ、略してドタキャン、次回もお楽しみに。